先月安倍元総理が奈良市内で銃撃され死亡した事件で警察庁は現場における警護体制と警護計画に重大な不備があったとする報告書をまとめました警察庁の中村長官が辞職する意向を示しました警察といたしましてはこのような事態は二度と起こることがないように人身の一心を図るべく 警察庁の中村長官はこのように述べ新たな警備・警護を進める状況の中で人心を一新し新たな体制で臨むと述べましたまた警察庁は事件当日の警備体制の検証・見直し結果を明らかにし 現場の警察官が遊説場所の前方に当たる方向は警戒していた一方で後方の警戒が空白となっていたためこの方向から容疑者の接近を許したほか警察官相互の連携も不十分だったため銃撃を防げなかったと指摘しましたそして警護・警備の基本を定めた警護要則を抜本的に見直し新たに作成するとと,ともに 今後は都道府県警が作成した警護計画を審査するなど要人警護への警察庁の関与を強め SP ・警護官を増員するなどの強化策をまとめましたこの事件は先月8日参議院選挙の応援のため奈良市の近鉄大和西大寺駅前で演説していた安倍元総理が山上徹也容疑者に銃撃され死亡したものです 山上容疑者は殺人容疑で送検されたあと刑事責任能力の有無を調べるため11月29日までの日程で鑑定留置されています。